続いても食の話題です。冷たい清流で獲れる川魚についてです。はい、今こうした日本の川魚が遥か遠く離れたネパールで養殖され、山岳地帯の暮らしを大きく変えようとしています。世界の屋根と呼ばれ、標高8000メートル級の山々に抱かれた国ネパール。国土の8割が山岳地帯です。回してそのネパールで今、日本ゆかりの川魚を使った料理がブームです。ニジマスです。こちらはおなじみの塩焼き。丸ごと揚げて骨まで豪快に食べるのも人気です。ネパールの食卓に欠かせないカレー料理にも使われます。これまで山間部で新鮮な川魚はなかなか手に入りませんでした。それだけに渓流の澄んだ水で養殖されるニジマスが人々を引きつけているのです。試食してみます。日本のニジマスのように身もしっかりしていてさっぱりしています。臭みがなくてとても美味しいね。ネパールのニジマスは日本から卵が運ばれ養殖が始まりました。水産研究所の研究員テック・バハドゥール・グルンさん。若い頃から農村の暮らしを改善する方策を考えてきました。険しい地形の多いネパールでは収穫できる農作物はわずかで、人々は厳しい暮らしを強いられてきたからです。今から27年前、 JICA 国際協力機構の支援で日本を訪れたグルンさん。そこで注目したのは訪問先の宮崎で養殖されていたニジマスです。ニジマスは病気に強く、山岳地帯の冷たい水で育てられると知ってネパールでも養殖できると判断したのです。農村の暮らしは厳しいものでした。ぜひこの魚を持って帰ってふるさとの生活を楽にしたいと思ったんです。グルンさんが日本で得た養殖の知識をもとに、農村の人たちが次々とニジマスの養殖を始めました。その一人、ダマン・バハドゥール・ラマさんです。米農家でしたが、グルンさんの指導を受けてニジマスを養殖しています。米作りを難しくしてきたネパールの急流と冷たい水。ところがニジマスの養殖には最適な環境だったのです。新鮮なニジマスはたちまち評判になりました。ラマさんの収入は5倍に増えています。また買いに来るよ。大繁盛ですよ。かつては子どもの医療費を工面するのも一苦労でしたが、今では家計が安定。3人の子どもを首都カトマンズの私立校に入学させることもできました。ニジマスの養殖を始めてから生活は大きく変わりました。もっと拡大していきたいですね。ラマさんはニジマス料理を出すレストランも始めました。イケスも設け、客が自分で食べるニジマスを取れるようにしました。自分で捕まえた新鮮な魚を食べられるなんて
嬉しいね。ネパール全体でニジマスの生産量はこの10年間で15倍へと拡大しています。ナイス。険しい山あいで人気を集める日本ゆかりのニジマス。さらにネパールの農村の暮らしを改善することに期待が集まっています。こうしたニジマス養殖は地方の農村を活性化させる切り札としてネパール政府も注目しています。ネパールではニジマスが日本ゆかりの魚だと広く知られていて、ジャパニーズトラウト、日本のマスと呼ばれることもあるそうです。